入りたまえ。どうもあのクンツは気に入らんな。海に出たら敬礼はいらんと言っとけ。張り切ってシャッチこばってんのも今のうちだけです。そう思うか。海軍も変わったもんだ。考えられん。艦長殿、レーダーが捉えた目標をゴーストだと決めてもよろしいのでしょうか。別に決めちゃいない。先行して走ったんじゃ間に合わんからゴーストだとしておくだけだ。2日後には味方の偽装艦と落ち合ってイギリスの暗号簿を受け取ったら、それを持ってドイツへ帰る。何よりも大事なのはそいつだ。暗号簿じゃないぞ。2年ぶりにドイツへ帰れることだ。幸運を。幸運を祈ります。潤滑油と青カビと水垢の匂いがする。座るよ、ハイム。こいつが潜水艦の味だ。潜水艦勤務が長すぎたようだ。喜んで出撃していった時代もある。何十年も前。今は国へ帰るのが喜びだ。おい、飲むか。ああ、もう結構です。飲みすぎるかな。睡眠薬の代わりだ。飲まんと寝つきが悪くてな。考えすぎる。君は考えるなよ。軍人には必要もない。余計なことを思いまどっていると眠くなる。息子たちには良い軍人になれと教えた。忠誠、勇気、絶対の服従。一人は海に沈んで、こいつは飛行機と一緒に灰になった。それでいいんだ。若さと信念のあるうちに軍人は死ななきゃ。長生きしすぎだよ。君は友達だろ。小尉候補生の頃から一緒です。そんなこと聞いてるんじゃない。わかりません。怖いと思う時もあるし、理解に苦しむ時もありますから、友達とは言えないでしょう。我々は友達だ。間違いない。友達だ。友達として打ち明けるが、嫌な戦争だよ。飽き飽きした。この前のやつを覚えてるが、私は新米の少尉だったが自信に満ち溢れてた。しかしその頃の潜水艦と来たら、一度潜ったら浮かび上がるという保証はない。あの頃の戦争は楽しかった。艦長は潜望鏡を上げて目標を確認すると、頭の中で素早く計算してから命令する。魚雷発射。そこまではいい。魚雷がまるっきり発射管を出ないことがある。発射されてもよっぽど運が良くなきゃ当たりやしない。だが今じゃ潜望鏡を覗いてみるだけで目標との距離も速度もすぐ出る。その数字を照準係に回せば、機械が回って電気がピカピカついて答えが出てくる。あとは発射ボタンを押すだけだ。人間がミスを犯す余地はない。戦争にミスの入り込む余地はない。人間の入り込む余地もなくなってる。あの頃の戦争は違う。国民に勇気と感動を与えて、筋金を一本通して、たとえ負けても名誉だけは残った。この戦争には名誉などない。もし勝っても嫌な記憶が残るだけだ。そして死んだらどこにも救いはない。わかるか、ハイニー。私には難しい話だと思う。馬鹿げた戦争だ。誰も望んじゃいないし、必然性はどこにもない。私にはとてもついていけない。